Suzuki。 はい、ということで、はい、せっかくいい感じになった信長と将軍が対立したっていうところのお話を聞きたいんですけども、はい、まあ、この回の最後ら辺で対立するんで、まだちょっとその前から始めるんですけどね、うん、もうちょっと信長苦労します、うん、まずね、しばらくはね、うん、その将軍擁立した後もしばらくはその敵対してたその三好氏っていうのがいるじゃん、もともと将軍殺しちゃった人たちね、はいはい、この人たちが何回か襲撃してくるわけ、うん、まあ、それも防ぎながら、うん、なんかこう安泰が保たれてる状態なんですね、はい、しかし信長と将軍義明が衝突し始めるんですよ、うん、でなんで衝突したかっていうのは具体的に不明なんだけど、うん、天皇から勅使が出たという記録もあるので、うん、かなり深刻な、天皇が動くぐらいなんでかなり深刻な対立が起きたんじゃないかというふうに言われてるんですけれども、はいはい、まあ、天皇から言われたんで一回和解するんですけどね、うん、義明と信長は何らかの形で喧嘩をして、うん、だけど天皇がその仲裁に動いて和解をして、うん、両者の間で5つの決め事をするわけです、うんうん、これ五箇条の上書の制約と呼ぶんですけどね、うんうん、信長が36歳ぐらいの時ですね、これ、はい、ちょうど僕の今同い年ぐらいですね、はい、将軍義明と信長の両者がですね、うん、今後もいい関係を維持していくにあたってこういうことを決めました、うん、今から5つ言いますね、うん、将軍義明が各地に命令を出す場合は、うん、信長の了承を必要とすること、うん、これまでに出された将軍義明の命令を一旦破棄して再び処理すること、うんうん、忠臣に対する恩賞の所領給付を、うん、信長の領国内であっても行うこと、うん、ご褒美ですか、うん、なんで信長の領国内だったら所領給付してなかったんでしょうね、ということだよね、多分ね、うんうん、だ天下の事柄で信長に任せたことは信長に委ねること、はい、うん、あとは将軍義明は天下人として朝廷に対する務めをおろそかにしないこと、うん、これらのことを確認し合った。でも逆に言うと、うん、まあ、多分対立した理由は、うん、これらのことが守られてないというか、これを将軍がやってなかったから、うん、それで信長が切れたんでしょうねという感じなんですね。なんか信長の立ち位置を確立してやってるような、ね、完全に信長権力握ったっていう、なんかそのイメージですよね、定めだよね、うんうん、で、まあ、通説ではこれによって傀儡政権化したと、うん、義明政権が傀儡政権化されたというふうに言われているわけですね。あらら、だけど最新の説というか、まあ、最近は別にこれ傀儡化ではないと、うん、これ緩んでいる将軍に対して還元しているんだと、うん、いうふうに言われている。なるほど、うん、で実際にこの上書の後も将軍義明は依然としてね、うん、諸大名との関係を維持して取り仕切っていたんだという説が最近またその反論としてね、うん、あるんだけど、うん、どう考えても傀儡だと思うけどね。そうなんですか。傀儡でしょこれだって、うん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 、こんなこと言われてる人権力ないじゃん。どう考えたってなんでこれで権力あるんだよって俺はその最新の説を読みながらずっと突っ込んでました。なるほどね、はい、いや分かんないです。もっと詳しくお話を聞いたら、そういうこともね、あ、なるほど、説も出てくるかもしれないですけどね、うん、まあ、ね、トラブルの原因が分かんないですからね、うんうんうん、まあもしかしてね、義明もちょっと権力をね取ろうとしたかも、主張しようとしたかもしれないよね、うん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 、まあ一回このね五箇条の上書によってね一旦 OK ってなるんですよ。いで OK ってなるんだけど、うん、まあ、これと同時並行でね、うん、騒乱が起こります。これ何かというと、うん、信長がほらいきなり権力バンって握っちゃったじゃん、うん、なんかムカつくんだよね他の人やっぱ。それがでこの将軍義明と信長 VS、うん、他の人たちみたいになっていくんですよ。うわ大変そう、うん、はい、あれだよね、もう出る杭は叩く方式ですよね。そうですよ、まだ権力均衡が壊れるっていうのはやっぱり怖いですからね、うん、そう、信長に権力握られすぎてもだって自分の領地が危ないわけじゃないですか、うん、だからやっぱりその権力均衡保とうとして元に戻そうとするってことだよね。そうそうそう、うん、でまず信長がね将軍を補佐する立場になったので、うん、21カ国ぐらいの、まあ、たくさんの大名に対してね、うん、義明政権に務めを果たしなさい、うんうん、あと天皇の御所の修理とかしなさいみたいなことを言って上洛しなさいっていう話をするんですよ、うんうん、したらね朝倉義景がね、うん、拒否するんだよね、うん、なんでお前のことを聞かないといかんのに、ね、
でも義景はさ、朝倉義景ってほらもともと将軍義明をかくまっていた家だからね、これ、うんうん、信長と一緒に上洛する直前まで、うん、かくまってた家なのに拒否るんですよ、うん、だからおそらく、うん、要はなんていうか信長権力を奪取しようとして、いろいろなんかこう策略を巡らせているんじゃないかというふうに警戒したんじゃないかというふうに言われてるんですけど、うん、ついにこの拒否ったことによって戦争まで行っちゃうんだよね。でその将軍義明と信長がその越前朝倉氏っていうんですけどね、うんうん、攻めていくわけです、うん、で尋常に進軍するんですね信長さんが、うんうん、そしたらね思わぬ事態が発生するわけです、うん、浅井長政っていう人がいるんですけど、この浅井長政って信長の妹、うんうん、嫁がせてんだよね、うん、お市かな、お市、うんうん、だからいや反乱とかしねえだろって思ってるわけ信長、はい、妹と継がせて同盟結んでるし、はいはい、それはないわって思ってたんだけど、はい、この人がね謀反を起こすわけ信長に。で地理的には、はい、浅井長政と朝倉からこう挟まれる形になるんですよ、はいはいはい、信長が、はい、これかなりのピンチに陥るんですよ、はい、これによって、うん、これ朝倉と浅井ってつながってたっけ、つながってなかったっけ、つながってる、もともとつながってんの浅井と朝倉は、うんうん、長い間つながってて、もともとね浅井氏っていうのは、うん、越前朝倉氏っていうところに親方様として従属してたもともと、それで政治的軍事的保護っていうのを受けてた、うんうん、これはだからあのほら松平氏が今川氏の従属してた状態と同じような状態なわけですね、うん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 、けれどもその織田信長とも同盟を結んでたから、うん、浅井氏っていうのは織田にも朝倉にも領属してるっていう状態だったわけ、うんうん、でこれは織田と朝倉が対立してなければ別に問題はないわけです。そりゃそうだ、うん、けど対立しちゃったんだよね。あら、どちらにつくのかっていう選択を迫られるわけですよね、うん、でどちらにつくのかという選択を迫られた時に、うん、朝倉の方を選んだわけ浅井は。まあね、これこのシチュエーションってやっぱ戦国時代で結構あって、例えば2つの大きな国の境界線に当たるところの村だったりとか、小さな領主が治める国あるじゃないですか、うん、で彼らも自分たちの身を守らないといけないので、両方の国にいい顔することって結構あるんですよね、うんうん、例えばこっち の下についていってもこっちの国にはあのちょっとなんか年貢をあげたりとか、あるいは両方の国に年貢をあげたりとか、そういうことをしてたんですよね、はい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 、でもだからこそ ある種その中立状態を自分たちでなんとか作ろうと頑張ってるんですけれども、こういうふうに中立状態が一気に崩れる時が実はこう紛争の種につながっていくっていうこともやっぱ結構あったみたいです。うわー、うん、悩ましいですね。そうです、選ばないといけないのは。そうですそうです、うん、まあ浅井と織田が何年結んでんのかみたいなもの結構2つぐらい説あんだけどね。あなんかもうだから結構何も分かってないんだよねやっぱ戦国時代って、うん、2つ説があって、まあ、美濃に対して一緒に対立していたっていう説もあるし、はいはい、だから同盟結んだんだっていう説もあるし、うん、その上洛の過程で流れで同盟したみたいな、うん、そういう説もあるんですけどね、まあ、どっちか分かんないみたいな感じなんですけど、まあ、そうやって結んでて領属してる関係からまさか裏切るとは思ってなくて、浅井がでも裏切っちゃってて、で信長も、うん、えマジでみたいな、うん、嘘でしょみたいになったんですよね、この時は。それぐらい結構信じてたんです、うんうん、でまあ岐阜に戻って逃げ帰って、うん、あの信長が、うん、で家康などの軍勢も率いてね、浅井長政への報復戦出るんだよね、うんうんうん、裏切った、うん、これは姉川の戦いっていうわけ、うん、有名な戦いだよね、うんうん、でここで朝倉浅井両軍と姉川っていう川のね河畔で衝突してね、うんうん、めちゃくちゃまあ戦死者たくさん出るんだけど、うん、まあ、ギリギリ勝つわけ。お、勝ったんですね、はい、みたいなことやってたりだとか、はい、あとは石山本願寺っていう、まあ、自社勢力もここで敵対していきます、はいはい、これもどうやら信長としてはまさか敵対すると思ってなかったらしいんですけど、まず石山本願寺って何かっていうとね、うん、あの親鸞、ね、はい、あの最澄とか最澄が作ったあの比叡山からたくさんの新しい宗派が生まれていくんですよ、うんうんうん、それを鎌倉仏教と呼ぶんですけど、うんうん、鎌倉時代にたくさん新しい仏教が生まれた、うん、その中の一つに親鸞が作った浄土真宗というものがあります、うん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 、でこの浄土真宗っていうのは民衆にすごいこう受け入れられて信仰がどん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 広まっていくわけですね、はい、
でそのそれの総本山が石山本願寺なんですよ、うん、でそこに法主と呼ばれるその宗教のトップみたいな人がいて、うん、でこの人の一声で結構民衆が蜂起したりするような勢力を持ってる結構強い勢力なんですね、うんうんうん、一応ねちなみになんだけど、まあ、いろんな敵と信長はね、うん、今までも戦ってきたしこの話の後もいっぱい敵出てくるんだけど、うん、一番ライバルだったのは、うん、この浄土真宗、まあ、いわゆる一向宗って呼ばれてる人たちだったと言われてます。へ、うん、めちゃくちゃ、まあ、前も彼も言ったんですけど、うん、めっちゃ強いんですよ。もう独立、ほぼ独立国家なんですよね、うんうんうん、で実際で10年間戦うよね。10年間にも及ぶ。へー。でこれなんで本願寺と敵対したかっていうとね、この勢力である、うんうんうん、将軍義明信長と対立している三好氏っていう人たちと、あと朝倉浅井氏は本願寺と懇意にしてんだよね、うん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 、で本願寺としてもなんていうかな、自分を存立させてくれてる勢力の人たちっていうのの関係を維持したいということで、はい、信長に対立することを選ぶ。なるほどな。だから直接的に信長に何か攻撃したいわけじゃなく、付き合いでっていうのもあった。まあ付き合いとその今後の自分の立ち位置ですね、ポジショニングを考えると、まあその対立した方がいいよねっていう風になったということですよね。なんかね、うん、はい、信長としては上洛以来ですね、ずっと本願寺とは恩信を交わし続けてたので、うん、まさかその本願寺が自分に対立するとは考えてなかったそうです。うん、うん、まあ、しかしながらその本願寺としては信仰勢力である将軍義明とか信長よりも、うん、昔からの懇意にしていた三好氏であるとか朝倉浅井氏とかとの関係っていうのを優先しようっていう風になった。うん、まあ、兵力持ってますからね、お寺でも、うんうん、でさっきまあライバルだっていう風な話をしたんだけれども、うん、信長ってかなり一向宗を敵視してて、うん、でこれは今までの通説だと信長がその宗教的なことが嫌いで宗教と対立したんだみたいな話をされてるんだけど、うん、やっぱり調べていくとどうやらそうじゃないみたいなね、はい、まあ、冒頭に1話目か2話目とかに多分言ってると思うんだけど、 そもそも自社勢力っていうのが勢力を保っていて、武力を持っているので対立したっていう側面ももちろんあるし、やっぱ理念が一致しないっていうのもあるみたい。そう、前ね、さっき話したけど、基本平等理念なんですよ。でもこの織田信長がたちのこの武家社会っていうのはまあ超ヒエラルキー社会じゃないですか。まあそうですね、社会構造として全く違うんですよね。はいはい、うん、なんかこうちょっと例えが悪いですけど、アメリカ合衆国と中華人民共和国ぐらい違うんですよ。まあ例え悪いけど、全然政治体制も違うし、それはまあなかなかね、何かこう一緒にコミュニケーションしたりとか、なんかパートナーシップ組んだりするところではやっぱ何かしらハードルはあるかなと思いますよ。それはな、基盤としてる考え方がもう根本から違うんですね。根本から違うんですよ。だから結構信長ってそのね、まあ、一向宗じゃなくて例えば比叡山焼き討ちで皆殺しにしたりするんだけど、はい、その宗教に対して結構 ひどいことするんだよね、うんうん、皆殺しってやっぱしてないわけ他の人は、うんうんうん、なんで皆殺しにしたのかっていうのをやっぱいろんな研究者がいろんなことを言ってるんですけど、うん、その信長が残酷だからだっていうのが通説だったりだとか、宗教が嫌いだからだっていう風に通説だったりするんだけど、僕が納得した説っていうのはやっぱりこの中世にいろんな勢力があるっていう状態からまた一つの権力に集約されていくっていうところの過渡期にあるわけですよね。で自分のスタイルで全国をまとめていくっていうその過程で全く違うスタイルの人がいたら、やっぱそれは根絶やしにしないと過去を残してしまう。それはそうか。なので根絶やしにしたんだっていう説明が、まあ一番分かりやすかったというかしっくりくるなっていうふうに思った。分からなくもない、多分一生分かり合えない人たちっていうのが、自分の領国とかに、まあ領地にいたら何するか分かんない、そうだっぱりその考え方が広まっても困るわけですよね。縦化社会でやってる、ヒエラルキー構造でやってる人たちに、比較的横行社会を象徴してるんで、一向宗っていうのが、それが広まられても、まあ、困るよねということで、まあ、根絶やしにした方がいいという判断につながったんじゃないかっていう、だからその信長じゃなくても誰かが日本をそうやって縦社会でまとめる過程で、そういう圧力
そういう自社勢力とのそういうような圧力が生まれるんじゃないかっていうふうに書いてありました。構造的にちょっと回避できない圧力かもしれないね。そう、それはそうだなっていうふうに思いましたし、確かに、まあ、一向宗はそういう横の社会のつながりみたいな平等思想みたいなのある程度持ってたりするし、まあ、ここで言ってる平等思想ってあの人権をもとにした平等思想じゃないからね、人権とかじゃないから、そこはもうフランス革命とかちょっといろいろ聞いて、人権があるバージョンとないバージョンの社会のもう死ぬほどの違いを感じてほしいところなんですけどね、そういうものですと。あとはあの比叡山延暦寺ですよね、はい、天台宗ですよね、はい、密教にもなったよね、最澄の後密教化していったよね、比叡山延暦寺っていうのはね、でここも結構呪術的だったじゃないですか、はいはいはい、そうですね、あれがやっぱりその戦国大名ってかなり合理的になってきてたんで、もうメリットデメリット判断してるんですよ、そう、やっぱりこれも結構識字率に関係してて、あの、まあ、歴史の研究ではないんですけども社会学の研究なんですけど、やっぱりあるそのコミュニティだったり社会の識字率が 50% を超えると社会変革を起きるっていう研究がやっぱあるんですよね、面白い、まあ、この時代は 50% 超えかどうか分かんないですけど、やっぱ武士たちはやっぱそれなりに教養もつけて字も読めるようになって、まあ、今までさそので世の中全て認識とかね街で信じた部分があったけれども、いや実際ファクトはファクトだよねみたいな、という人も出てきてもおかしくなかったよ、ね、なるほど、まあそのね、まあ、目の前で起こってることの合理的判断からすると、まあ、哲学レベルでは超ロジカルなんだけど、その哲学から一歩離れてしまうと、まあ超呪術的で非合理的なことばっかしてるんで、宗教が、それはねえだろっていうのはやっぱあったみたい、武士から見たら、だからなんだろうね、そのちゃんと例えば兵を動かすときはちゃんと天気を見るとか、そういうの当たり前じゃないですか、でも前昔とかだったら占いとかだったんですよね、占いでこれが出たらその兵を動かそうみたいなのが普通が当たり前だったんですよ。武士になっ武士の戦国時代の初期の人たちでやっぱ出てくるのが、それ占いとかでやらないとかが出てくるんですよ、あ、そう決まりがことかな、そうそうそう、天気見て動けやとかっていう合理的な思想が発達していって、こうやって比叡山とかとこう対立するというか、していくみたいなことが起こっていくと、なるほど、いうことですよね、はい、まあ、いずれにせよですね、あのこの信長と義昭っていうセットが畿内の中で、まあ、権力を握るっていうことが起こるんですけど、これに対抗した勢力がたくさん出てくるんですね、これがまあ整理すると朝倉さん、浅井さん、あと三好さんですね、あとは本願寺ですよね、あと六角氏っていう人もいるんですけど、六角連中の六角だよね、六角氏っていう人も出てくるんですけど、信長義昭対朝倉浅井三好本願寺六角みたいになって、やばいよ、強そう、ほぼ包囲されてるよね、これをね信長包囲網って呼びます、かなり危機的状況ですよね、この危機的状況なんだけれども、これは朝倉浅井みたいなの両軍さっき倒したみたいな話もしたんだけど、ちょっと時系列ゴロゴロ変わっちゃうんだけど、まず包囲網ができました、そして織田と朝倉浅井がもう戦線が膠着していく、で次第に戦況がこう長期化して広域化していく、広くなって長く時間かかっていく、で戦闘で勝利するのが結構難しいなって信長としても思ってきた、なので外交手段に打って出るんですね、まずは六角っていう人とは和議をする、あと三好氏っていう人とも松永久秀の仲介を使ってですね、和議をしていく、はい、あとはあの公家とかのサポートも受けながら和議を進めていく、朝倉とも和議を進めていくみたいなことを行っていきます、はい、で本願寺とかそういうところとも和議を進めていって、一旦和議が成り立つわけですよ、成り立つわけなんだけれども、再びやっぱりすぐに均衡が崩れて、織田と朝倉浅井の戦争が始まっちゃう、なんで簡単に崩れるんですかねで比叡山はこの朝倉浅井に味方した報復として焼き討ちをされてしまう、もともとね対立した場合は、あの僕たち見学3人で行きましたけど、あの根本中道ってあったじゃん、あれを焼き討ちするぞみたいなこと宣言してたわけ、してたんだけれども比叡山はその要求に応じずに朝倉浅井の両軍を支援していった、でこれによって信長はこの時はまあそういう宗教的な理由というよりは、この朝倉浅井両軍を支援したことに対する報復として攻撃した、だけれども
攻撃してなんで見永殺しまでやるのか、うん、僧侶を 4,000 人とか殺していってしまったんだけど、うんうん、でその僧侶もね修行してる人いるじゃん、うん、比叡山って、うんうんうん、その別にね武器持ってない僧侶もいるんですよ。そう、武器も持ってなくて、うん、そのいわゆる学んでるだけの人とか、はい、修行してる人だけの人たちもいるわけじゃん、はい、その人たちまで殺すんですよ。うわ、で女子供も全員殺すんです。うわ、領土にいる。うわ、ここまでのことをなぜやったかっていうのはやっぱりそういう思想が一致しないみたいな背景あったんじゃないみたいなことを言われてるってことですね。さっき言ったやつですね、うん、あ、まあでも残酷っすね、うん。まあ、比叡山もこう信長が攻めようとした時に、まあ比叡山も比叡山で結構信長のことちょっとまあ舐めてたっていうか、ちょっとリスクそんなに考えてなかったんですよ。まあ攻めてきたからちょっとお金渡そうよみたいな、ちょっとお金渡して許してみたいな、もうこれでいいんじゃないみたいなっていう、したら織田信長はもうそういう話じゃないからみたいな、もう受け取らずにもう攻めるぞ、攻めていくんですよね。なるほど。でこんないろんな人と戦ってるんですけど、多分混乱すると思いますけど、武田信玄ともまた対立するんですよね。なるほど、うん、一回上洛する前にほら和議を結んだりしてたし、ありましたね、うん、なんだけれども、はい、あのまた対立するし、うん、その本願寺ともまた対立する、うん、さっき焼き打ちしたのは比叡山ね、うん、で本願寺と和睦結んだんだけどまた対立したりする、うんうんうん、だから和睦結んで対立して和睦結んで対立してみたいなこといっぱいやってるってことだよね。ね、なんかねちゃんと和睦守ってよ。うん、ね、はい。まああの一つ一つのね、なんか対立とか同盟とか覚える必要ないんだけど、はい、同盟したり対立してるんだなってことだけ覚えてくれれば。で甲斐ですね、まあ、山梨県ですよね、うん、今のね、はい、の武田信玄が今度は将軍義昭と信長の陣営に対立し始めます、うん、でこれ どういう状況だったかっていうのを一応説明するね、うん、もう複雑なんだけどね、はい、この時複雑というかもう本当は言わなくても本筋わかるんだけど、うん、一応言いますね。もともと織田と武田は同盟結んでいる、うん、で、この同盟のもと将軍義昭と天下再興のために力を尽くすということができてた、うん、これが信長の状況ですよね、うんうん、で一緒に上杉謙信に対抗するみたいなことも武田とは一緒にしてたんですよ、うんうん、けれども家康とも同盟結んでるじゃん織田って、うんうん、結構強固な、うんうん、この家康と武田が対立するんだよね。またね、うん、でそこに巻き込まれて織田も、うん、武田と対立する同盟っていうのはもう軍事同盟だからもう、ね、うん、パートナーが攻められてたらもう助けに行かないといけないんですよ。このパターン覚えました、うん、なんかねなんかあのほら世界大戦の時にさそうそうそう、バルカンの火薬庫の話したけど、あれより圧倒的にやばくひどい状態で、これやばいっすね導火線しかないみたいな誰かが戦ったらあっちについてこっちについてっていう、ね、うんうん、地雷原がすごすぎてどこ踏んでも爆発するみたいになってるんですよね。なるほど。で武田信玄っていうのは、うん、甲斐の虎と呼ばれてる武将で、すごい実力者なんです。で信玄の父がね、武田信虎っていう人が甲斐を最初に統一した。でこの信虎はね、信玄のことが嫌いだったらしくて、うん、あの次男を後継ぎにしようとしたんだよね、うん、だから信玄は父を追放してですね、うん、21歳の若さで家を継ぎます、うん、ここも戦国時代っぽいっすよね、うんうん、はい、であの彼はね人をすごく大切にした人で、うん、その甲斐っていう国を守るためには、うん、その人間関係とか信頼関係が一番大事だというふうに考えてたみたいです。おうおう、人は城、人は石垣、人は堀という名言を残してますね。うん、だからその城とか石垣とか堀とかいうその防御っていうのは、うん、物質じゃないんだってことですね、うんうんうん、人がそうなんだということを言ってるわけですね、はいはい。で実際になんか給料とかめっちゃちゃんと払ってたらしいですよ。たくさん払うタイプの、うん、あの社長だったみたいですね、うん、彼は。おお、いい社長、うん、はい、でなので、まあ、彼の下っていうのはめちゃくちゃ優秀なその武将が揃ってて、うん、武田24将って呼ばれるちょっとやべえやつらがいるんですよ。かっこいいっすね、24将、うん、すごい。まあお茶目な面もあってね、うん、めちゃくちゃあの部下にラブレターとか書いてんだけどねどういう感じあのこの時ってほら、はい、あの男同士の恋愛普通だから、うん、男色、ね、あのギリシャと一緒だからね、うん、日本はあの男色普通なんで、はいはい、あのめっちゃその男同士でラブレターとか普通に渡すんですよ。へー、うん、おもろか。なんか部下にね、はい、ラブレターいっぱい書いててね、はい、
春日源助っていう人にね、あのしかも振られてるんですよ。貝の虎振られるっつって振る方も命がけだと思うけどね。あ、なんかそういうので殺したりしないみたいよ。あ、そうなんだ。恋愛とそういうの分け、なんか権力分かれてるみたいで。あ、すごい。そうなんや。その一瞬他の男の子に目が映ったけど、はい、体の関係はないですみたいなラブレター、なんか釈明してるラブレターとか送ってる。かわいいっていう貝の虎がですね、家康と衝突し始めます、はい、家康と武田はね、両国がこう接してたんだよね、うん、でふわっと取り決めしてた、うん、ふわっとここら辺が領土だねって取り決めしてたら、うんうん、武田がいやここだよねみたいな感じで、うん、ちょっと思ったよりも多く領土をなんかこう言い始めた、うん、これで一気に関係が悪化して、うん、互いに不信感が募るわけですね、うんうん、これに信長が巻き込まれるという形になります。で不信感を募らせた徳川家康は、甲斐武田との関係を断ってですね、うん、上杉と同盟を結びます、うんうん、上杉って武田とめっちゃライバルなんで、うん、もう同盟結ぶってことはもう武田と対立するってことなんですけどね。、うんうん、でも信長と武田は同盟してるじゃん、はい、だから武田は信長をめっちゃ非難するんですよ、うん、お前の同盟愛である傘下にいる徳川がこんなことしとるぞみたいな感じで怒るんだけれども、うんうんうん、信長はね徳川氏の方を選ぶわけ。へー、うん、そっちを取るんよ。取った、うん、なんでだろうね、うん、分かんないけど徳川の方選ぶ。まあ、うん、こっちの方が信頼できたかもしれない、ね、まあ、あとは両国が隣だからっていうのもあるかもね。なるほどね。徳川家がね、はい、信頼できたんだろうね本当ね、うん、なので信玄も信長と対立してその本願寺とか朝倉氏と同盟を結んで本格的に対立をし、そして三河、まあ、家康がいるとこですよね、うん、そこに攻めてくるわけです、うん、で強いんで彼、うん、あの三方ヶ原の戦いっていうんですけどね、これ、はい、織田軍と徳川の両軍が三方ヶ原っていうところで武田軍と衝突するんですよ、はい、めっためったに負けるんですよここで。はあ、やっぱ武田軍強い。24将がいますからね。24将いるんですよ。もう家康なんか逃げる途中でうんこ漏らすんですよ。ビビりまくって、うん、ビビりまくってうんこ漏らして、うん、家臣から指摘されるんですよ。うわ、うんこ漏らしとるとか言われた時に、うんうん、これうんこじゃなくて味噌ですとか言うんですよ。ダッサダッサ。じゃあ飲んでみるよ。じゃあ、ね、お椀に入れて溶かしてね、うんうん、めっちゃ悪いよね、うん、もうなんか一応史実らしいけどね、いやでもね、生き残ってよかったね、うん、生き残っただけでもよかったよ、ね、生き残ってよかった、うん、でこの時家康はね、うん、よっぽど悔しかったらしくて、うん、その時の自分の不機嫌な顔を絵に残してます。今でも残ってます、見れますんで、うん、なんて検索したら出てくるんだろう。家康うんこ、本当に本当に分からんけど、三方ヶ原の戦いとかで出てくるかな、っていうのでね、まあ出てきますと、うん、なんで負けたことによって、うん、反織田陣営が勢いづくんだよね。もうめちゃくちゃ敵いたのに武田軍に負けちゃって勢いづくんですよ。いやもうちょっとでも隙を見せたら本当危ないよね。すぐいろんな人から一気に謀反されるんですよ、うん、でこの時かなり実は危機的状況でね、あの足利義昭が謀反を起こす。しかも信長に、えもう終わった、唯一のこの敵対者が多い状況で義昭としてはわあ信長と一緒にやってたら負けるって思うわけですよ、うん、なんで義昭は信玄にね、はい、信長と家康ともう和睦結んでくれっていうことを言うんだけど、信玄から拒否られるわけ。やっぱ信玄はさ、関東管理轄轄の人だから、鎌倉府の人だから、室町幕府が治めてないところの人だから、ね、あんま言うこと聞かないんでしょうね。で、信長と家康をぶっ殺してね、うん、天下を安泰にするよみたいなことをね、うん、義昭に言うわけですよ、うん、天下正室だよね。そう、うん、天下正室って言うんですけどね、うん、これをね、うん、そういうことを、うん、でしかもここでね、信長がね、うん、義昭にね、この前五箇条のさ、うん、あの上書って言ってありましたね、条件出したじゃん、はい、権力は俺んとこにあるんだぜみたいな、ありましたね、うん、はい、もしくはこういうことやるなってことを言ったわけですよね、うんうん、ことは17箇条の意見書っていうのを出すんですよ。あの5箇条のやつね、出したけど全然ね守ってくれてなかったらしいんですよ。なんでその17箇条で結構こっぴどく言うんですよ、糾弾するんです、うんうん、義昭のことを、うん、でしかも義昭は天下人として器量にかけて世間で悪しき御所と評価されているよっていうふうに言ったらしいんですね。
でも義明からしたらさ、信長こそが天下かき目指してるわけだよね。いろんな敵対者作って、不安定な状況作って、しかもなんか負けそうだし、もうこいつと一緒に雇ったらもうたまらんわってなって、で自分に高圧的に来るしさ、そうね。それで義明は信長を裏切るんですよね。これはピンチじゃないですか。で信長もちょっとやっぱり困っちゃって。義明に非礼を詫びてね、はい、この和平を求めるんだけど、はい、義明に拒絶されるんですよ、うん、かなりピンチ状況に陥って、うん、やばいよ、信玄が来るわ、で戦いには負けるわ、義明と決裂するわ、そしたらほら他の今までの敵だった人たち、一回落ち着いた人たちとかもいつ一気に攻めてくるか分かんねえみたいな超やばい状況になるじゃないですか、うん、あ、そうそうそう、あ、信長は将軍と切れたわみたいな、うん、関係切れたわみたいな、そうチャンスじゃないと、そう、うん、かなりやばい状況になったんですけど、うん、ここでまたラッキーパンチが出てくるんですよね、信玄が病死するんですよ、はあ。一番強くてやべえやつが病死するんですよ、はあ。運強いね、運がいい。でそれによって武田軍の進撃っていうのは途絶えちゃうんだよね、はあ、ラッキー、うん、朝倉浅井両軍もなかなか信長を倒すっていうことできない、はい、で勢いづいた信長が義明を今度は追放するんです、うん、こう。これによっていわゆる将軍の代わりみたいになっていくんですよ信長が、うん、将軍とは名乗ってないけど実質将軍とちょっと変わらないかもしれないよねっていうことかな、ね、うん、そうそうそう、うん、まあその義明はね追放された後も征夷大将軍のまんまなんですけどね、うん、でも追放ってどういうことなんですか。京都から追い出されたんです。あ、場所的にね、うん、はい、で京都から追い出されるって当時の日本で言うとやばくて、うんうん、室町幕府っていうのは京都に拠点を置いてるんだよね、はい、鎌倉幕府っていうのは関東に拠点を置いてる、うん、けど室町幕府っていうのは京都に拠点を置いて天皇を守るっていうのが彼らのまあ一つのね、天皇から見た時の存在価値役割なんです。それができなくなっちゃうんで、じゃあお前将軍じゃなくていいよねってなるわけですよ。ただでさえめちゃくちゃ権力失墜してるわけで、それが追い出されちゃったわけだよね、家臣である信長に追い出されちゃったわけなんで、まあいよいよもう室町幕府、まあ足利家っていうのは何の力もないねっていうことになっていくわけです。でこの義明を追放した後に信長包囲網も瓦解していきます、うん、あの朝倉ですね、うん、朝倉氏もその自分の一族の人に裏切られてしまいまして、うん、これで滅亡に行くんですよね。へ、うん、内部で裏切りがあったんや。なるほど。そうなんです、はい、で、まあ、このドタバタの中で浅井長政とその父親、うんうん、もう自陣させられるところまで追い込まれてしまって、うん、浅井氏も滅亡してしまう、うん、浅井と朝倉の死んだ後がねやばいよね。死んだ後はね、うん、一応通説では頭蓋骨になんかこう酒を汲んだみたいなこと言われてんだけど、うん、そういう狂気ないんだよね。首並べた、首を魚に酒を飲んだって書いてある、うん、マヤ文明やん。そうね、あのスポティファイオリジナル。うん、やばい。はい、あの首に朝倉義景と浅井久政と浅井長政の首を白ダミって言ってね、漆で塗り固めて金の色を塗るみたいなことをやったらしいんですね。それを膳の上に置いて酒を飲んで歌ったって言われて、趣味悪い。だからあれもう死んだ時の顔をそのまんま固定するわけかもしれないよね。もうその時の表情、腐らないようにしてんだろうね。うん、あ、もうこいつこんな感じで死んだみたいな。でみんなその信長の親衛隊たちがもうそれを見ながら酒を飲むみたいな。そう、しんど、性格が悪い。そうなんですよ、はい、で、あの三好氏もいましたよね、はい、三好氏も自刃させられるし、はい、なんでこう瓦解しちゃうわけ、はい、で、あの本願寺も講和を求めてきたのでまたそれに応じてあげたりしてですね、うん、ここからですね信長っていうのは天下人の道を歩み始めます。義明が天下人だったんですけど、足利義明の代わりに天下人として追放して、で反織田勢力もその信玄の死亡によってね、うん、一旦瓦解していったんで、うん、その瓦解したやつを収めて俺が天下人だということで、うん、今まではサポート的な動きをしてたんだけど、うん、もうまさに自分が天下人という動きをここら辺から始めるんですね、うん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 。次回はその天下人織田信長について話したいなと思います。なるほど。いやー、カオス。
カオスでしょうね。すごい。いやなんか本当だから第一次世界大戦とかなんかこの間のエリザベス時みたいな、うん、もうなんかどことどこが今どうなってるんだっけみたいな、うん、え今誰と誰が味方、うん、みたいな。そうね。ずっとやってる感じですね。なんか一次世界大戦の方はまだね通信技術とかメディアが発達してるのである程度ね当時の人たちも自分たちの状況ある程度把握できたと思うんですよ。分かんないですよねこの時とか。うん。まあ手紙とかはあるんですけど手紙届くものだってね結構ね遅かった遅いしね。まあそうだね。関所とかもあるしね。うん。面白い。いやなんか本当にタイムマシンに戻って同じ状況で同じ人をもう一回ポンと入れ込んだら多分違う結末になるんやろうなっていうぐらい本当にちょっとした揺らぎとか。で本当に天気がどうだったかとか、うん、こいつが死ぬのがあと何日遅れたかとかで全然今の日本じゃない日本になってる可能性あるなっていう、うんうん、あと特筆すべきは講和の破棄の頻度、はい、だから同盟と同盟をすることもそうだし破ることのハードルが超低いんですよですね。だから僕たち同盟って呼んだら多分すごいね間違った解釈で一旦戦いやめとこうみたいな感じなんです多分彼らは。あ、うん、暗いの感じなんですね。一旦やめようみたいな感じで言ってるぐらいの感覚なんだと思う、うんうん、よしもう一回再開するぜみたいな感じでやっちゃうから、うんうんなるほどね、ちょっといけるってなったらすぐ再開するみたいな、うんまあ、一応その同盟とか重要な取り決めをするときは規制文といって、まあ、その一応書面を交わすんですよね、うん、あと人質とかねそうそうそう、うんうん、で書面の中にいろいろ神様の名前とかを羅列してもしこれを破ったら神罰を受けますみたいなそういう誓いの言葉を書いて自分のね血判を押したりするんですけど、うん、あんま守らんねまあ守らんよね、まあ、守られたやつもいっぱいあるんだろうけどね、うんうん、守ってないやつもいっぱいあるし、まあ、あとその人質がいるのにやったりするからね、うん、あるあるで本当に息子殺されたりするもんねそれで人質いるけどやったりして、うんうんなんかすごい決断力じゃないですか。殺されたりとか人質になっている妻とか子供を置いて逃げたりとか。いやだからあるあるある戦国大名のさ、うん、決断、うん、やばいなと思ってて、うんうん、もう数時間とかで何かを決断しないと、うん、自分の一家が全部いなくなったりとか家臣団全部離散みたいなのの決断を毎回いきなり求められる感じ。夜寝てていきなり謀反のあれとかを聞いてその場で決断しないともう終わるみたいなこと、うん、でしかも間違ってて実際終わるみたいなことがいっぱいあるみたいなことを普通にやってるんですよみんな、うんだよね、常に決断しながらもいつ死ぬかもわからないからもうそのいつも死んでもいいっていうその覚悟両方多分あったんじゃないかなと思います。本能寺の変だから普通だなって思うもんねこの見てたら是非もなし是非もなししょうがねえって言うんですけどね信長は、しゃあないなんか倫理観も違うし約束の感覚も違うし命の感覚も違うだろうから、うんうん、俺らがねその今言っているなんか死ぬ気で頑張るとかなんか死ぬ気のなんか全然重みが全然違うよね、うん、まあなんかどっかでも言ったけど、うん、本当に命かけてる人は死ぬ気で頑張るとか言わないですからね、うん、死ぬ気でやるとか死にたくないけど死ぬ気でやらされてるから確かにね、うん死ななくていい人だけですよ死ぬ気でやるのは。それは無情感にとらわれるわ、うんうん、もうみんな死ぬよみたいなそうね、うん、いや生きててよかったなって思います、うん、はいということで、はい、次回天下人信長についてはい行きたいと思います、はい、じゃあ今回はここまでです。ありがとうございました、はいはい、G. 海英鈴木